2022年10月2日より、テレビ東京、アイコン Z ドリームズ・フォー・チルドレン、男性部門、第2章、の放送がスタート。今回は、桑原拓海さんについて紹介します。まずは、桑原拓海さんのプロフィールをご覧ください。桑原拓海さんは、2000年5月19日生まれの23歳です。2023年2月現在。福島県出身、県立福島高等学校卒業。ダンスリーグ、B リーグで活躍するプロのダンサーであり、ダンサーズネームは拓海、ダンススタイルはロボットのような動きが特徴のポップ。所属ダンスチームとして、サイバーエージェントレジット、ビートソルジャー、フォースエレメンツなどがあります。ジェネレーションズの振り付けを担当したり、ディーン・フジオカさんのバックダンサーをしたりと個人でも活躍中。今をときめくダンサーとして、テレビにも多数出演しています。桑原拓海さんはプロダンサーとして活躍する一方で、早稲田大学法学部に在学というハイスペックな経歴の持ち主です。身長 175cm、 体重 57 というスマートなスタイルで、お顔も爽やか系イケメン、モテないわけがないといったところでしょうか。趣味は読書と MLB 観戦。桑原拓海さんは小学校3年生頃、9歳までは野球一筋で、 WBC が始まると日本、韓国チーム選手全員の打率まで暗記するほど夢中になっていたそうです。転機となったのは2011年、桑原拓海さんが10歳で小学校4年生の頃に起こった東日本大震災後の外出自粛期間中のことでした。原発事故の影響で外出できず、これまで師匠を務めていた野球を諦めざるを得なくなり、屋内でできるスポーツを探しました。そんな時、お姉さんが通うダンススタジオを見学することになったのが、ダンスとの最初の出会いになります。スタジオで踊る人たちを見た途端に自分も踊ってみたくなり、それからはすっかりダンスに夢中になっていったそうです。瞬く間に才能を開花させ、ダンス歴わずか4年で全国レベルのダンスバトルで優勝。2016年、所属ダンスチーム、フォースエレメンツが D ダンスカップでストリートダンスコンテスト優勝。その時の副賞が、ニューヨークへの7日間ダンス留学の権利でした。ダンスの本場へ赴く、またとない機会を最大限生かしたいという思いから、留学中にはアマチュアナイトにも挑戦。ものすごく好奇心が旺盛で、着実に実績を積んできたのですね。桑原拓海さんは2019年に早稲田大学法学部に入学し、福島から上京して一人暮らしを開始。早稲田大学といえば、慶応義塾大学と並ぶ私立大学の最難関と言われ、偏差値は 67.5、 受験生の中で上位 5% 以内に入らなければ合格できないと言われています。学歴もダンスの功績もトップクラスを行く桑原拓海さん、将来が有望すぎます。早稲田に入ったのは将来を考えてのことだったそうです。高校生の頃からプロダンサーの夢はありましたが、ダンスだけで生計を立てていく自信はあまりなく、もし就職するなら弁護士になるか総合商社で働きたいという思いがあり、将来の選択肢を広げるために法学部への進学を決意したそうです。いざ入学すると、大学の学問レベルは高く、初めはダンスと学業の両立に相当苦労したそうです。2年生になってからは、新型コロナウイルス感染症の影響でオンライン授業が中心に。それによって練習の合間に授業を受けたり、移動中にオンデマンド動画を見たりと、隙間時間で勉強を進められるようになったそう。 D リーガーになってからは、肩書きだけでなく自分自身にも変化があったそうです。それまでは大会に勝つとか、もっと上手くなりたいとか、とにかく自分のために踊っていましたが、 D リーグでの活動はスポンサー企業をはじめ多くのサポートがあってのもの。ここ数年はプロとしての責任やファンの応援に応えたいという思いが自分の中で大きくなっているのを感じます、とコメント。桑原拓海さんが所属しているダンスチームのサイバーエージェントレジットの監督、フィッシュボーイさんは、桑原拓海さんのダンスを高く評価しています。非常にテクニカルでスキルフルな踊りをします。人が見て驚くような動き方だったり、音楽の間の取り方をよく理解しています、とコメント。桑原拓海さんの過去のダンスでの成績は次の通りです。ダンスアットライブキッズファイナル優勝、ダンスアットライブアルスタイルズファイナリスト、ダンスアットライブワールドカップ世界大会ファイナリスト、全国高校生ダンスバトル選手権に連覇、ワールドダンスコロシアム WDC キッズファイナル優勝、ギャツビークリエイティブコンテストアジアファイナル優勝、
リアルダンスコンペティションポピングサイド優勝、中国。アジアンバトルグラウンドアジアファイナル優勝、マレーシア。日本のみならずアジアや世界大会でも優勝の実績が多いのがわかりますね。桑原拓実さんはリーグ最年少リーダーとしてレジットを率いています。実は自分のリーダーとしてのあり方にずっと悩んできたという桑原拓実さん。力強く引っ張っていくというのはもちろん大事ですが、無理に統率するのも違うと思っていて、チームメイトはこれまでこの力で活躍してきたので、できるならその個性をとことん生かしたい。その思いから個人の良さを引き出すには統率力のあるリーダーよりも寄り添えるリーダーになるべきだと考えるようになりました。自分が積極的になる場面もありますが、今はメンバー一人一人に合ったアプローチでみんなの個性を引き出せるようなリーダーを目指しています、とコメント。考え方もしっかりしていて頼りがいがありますね。上京後は大学生とプロダンサーの二足のわらじで活動。そして今年の春、アイコン Z 第2章への挑戦を家族に報告しましたが、全てが中途半端になるのではと初めてお父様からストップがかかります。たくみさんは全力で挑むことを約束し、その本気の覚悟にお父様も納得してくれたといいます。決意も新たにしたその矢先、大動脈コブ破裂でお父様が死去。息子の新たな挑戦の始まりを見ることなく帰らぬ人となってしまいます。それぞれにバックボーンがあって、その中で挑戦してきているという覚悟は同じなので、どんなことが起きようとも気持ちが一歩でも引いてしまったら厳しい世界だと思うと決意を語る匠さん。立派な志を持った息子の姿にお父様も安心しているのではないでしょうか。お父様と誓った約束を胸に第2章に挑みます。将来的にはダンサーの肩書きにこだわらず多方面で活躍していきたいそうです。ラスベガスで見たシルク・ド・ソレイユの舞台の影響で舞台演出にも興味があるとのこと。演出だけではなく運営としての手腕、経営の勉強もしたいと考える桑原拓実さん。一パフォーマーとしてだけで終わる男ではありませんね。将来は会社を経営している可能性もありそうです。今後も桑原拓実さんの活動から目が離せません。